冒険家の皆さん、こんにちは。この動画ではですね、おととい土曜日に、JLESA ですね、南アジア日本語教育シンポジウムじゃないですけど、の特別フォーラムで、この、相互評価の担当表を作るときに、その作業がよくわかんなかったというふうにコメントがあったので、それについて動画でご説明したいと思います。まず A の列は、これはもう皆さんが、決めた自分だけにわかる秘密の名前ですね。で、これが評価する人です。で、B と C と D のところには、その評価する人が誰を評価するか。A の人が誰を評価するかということがここに書いてあります。これ見ればわかると思いますが、この3匹の猫、ミキ、タビ、ソド、の人は、この感動ソムリエ、この下にいる人ですよね。それからニンニさん、そのさらに下にいる人、それから、ニベアさん、このさらに下にいる人を、それぞれ、評価するような形になっています。これをですね、ちょっとやる方法を、もう一回、ちょっとご紹介してみたいと思いますね。はい。同じ方法をやっています。これは、ですね、まあ、やり方はいくつかあるんですが、一番簡単なのはコピペしてしまうことですけど、JLESA でやったのは参照するというやり方です。この中を、セルを参照するんですね。ここに、イコールってまず打ちます。これは半角でなければいけません。全角ではダメです。イコール、ここです。もうクリックしてしまえばいいんですね。はい。ここに、イコール A3 というふうに入れました。ここをクリックすると自動的にイコール A3 が入ります。イコールだけはタイプで、キーボードでタイプして、その後ここをクリックすると A3 が自動で入ります。それで、エンターキーですね。エンターキーを押すと、ここになります。で、そうすると自動的に、オートフィルって言うんですけど、これ入れますかっていうのが出ますから、それを、はいですね。このチェックをするわけですね。はい。はい、もうそれで全部、この、3匹の猫2匹、タビ、ソデさんの、評価する人は、最初に評価する人はこの人。で、この、感動ソムリエさんが最初に評価する人はニニさんというふうに、これは自動的に入ってくるわけですね。これも同じです。でも今度はちょっとやり方をちょっと変えてですね、タイプしてみましょう。イコールと入れて、今度はこれを入れたいですから、A の4ですよね。はい。なので、ここでイコール、A の4というふうに入れてみましょう。でもそれでも同じです。それでエンターキーを押すと、こういうふうになるわけですね。はい。で、これもチェックマークで同じ。で、今度は、今度はここですから A の5ですよね。A の5。同じように、イコール A5 というふうに入れて、それで、エンターキーで、このチェックマークを入れて。で、こうすると、多分察しのいい人はすぐにわかると思いますけど、自分より下の人を参照していることになっているわけですよね。で、ニニさんがここで参照しているのは、A の65ですから誰もいないわけですよね。誰もいない。はい。なので、その問題を解決するために、最初の3人ですね。その3匹の猫2匹、タビ・ソデと、感動ソムリエとさんと、ニニさん。これを、コピーして、コピー、これか。コピーして、それで、ここのところに、ペーストします。はい。そうすると、もうこれで、ニニさんの、担当までわかりますから、担当表ができるというわけですね。で、まあ、最後に、この3人については、同じ名前の人が、上にも下にもあると混乱するかもしれないので、一応、ハイド。しておきます。はい、どうですね。はい。はい、これで、簡単に、担当表を作ることができます。はい、これで、問題が解決して、皆さんも、すぐに担当表が作れるんじゃないかと思います。はい、お力になれていたら幸いです。そして、冒険は続きます。